カナダでガンと宣告されたあなたにこれを読んでほしいと思った。これはたった一人のあなたへの物語、祈りと決意に満ちた西加奈子初のノンフィクション作品。雲を探すは2021年コロナ禍の真っ只中、滞在先のカナダで浸潤性乳管癌を宣告された著者が乳癌発覚から治療を終えるまでの約8ヶ月間を鮮明に描いたノンフィクション。カナダでの闘病中に抱いた病、治療への恐怖と絶望、家族や友人たちへの溢れる思いと時折訪れる幸福と歓喜の瞬間、切なく時におかしいあなたに向けて綴られた誰もが心を揺さぶられる傑作です。